島由美子さんの高校生の頃から大ファン でなおかつ本当に自分の好きなように脚色させてもらって、でしかも宮沢さんがその小島麻子役をやっていただいて、あの個人的には人生でも最高の時間でした多分これぐらい楽しくて幸せなことないっていうぐらい毎日好きなことを好きなように楽しい人としてやれるっていうことができて本当に申し訳ありませんでした編集してて編集マンの上野さんが編集して持ってきたのが、宮沢さんが歩いてるシーンがむちゃくちゃ長いんですよ。公園をただ歩いてるだけなのにすごい長く入ってて、で僕に水野さん切れないんですよって言うんですよ。で普通そういうところって時間経過とかなのでテンポよくしてしまうのを、なんかそのまま見れちゃうから切れないからいいんじゃないかっていう上野さんが言うんですけど、僕も見てて確かにこれそのまま長い方がなんか十分長くて十分楽しめるっていうんですかね、それは彼女のやっぱそういう魅力がただ歩いてるだけでも出てるからだと思うんですけど、割と一緒に食事をするシーンが多いんですよね。食事をするシーンが多いっていうのはやっぱり僕もドラマの最初の方は慣れない、ね、カメラの前でご飯食べるの慣れないんですけど、それでしかも正面に宮沢りえがいるわけですよ、まあ、小島麻子ですけど、でこれなかなかそれでしかも落ち込んでるからこれあの進まないんですね、食べるのがね。これがでもちょっとずつちょっとずつ一緒にご飯を食べてると楽しく食べれるようになってきて、あの思ってた以上に食べちゃう。そうですね、それがありましたね。あったね。だから、まあ、ちょ皆さんなかなかね宮沢りえさんとご飯食べる機会ないと思うんですけどあの僕はもうかなり正面だったり横だったりで相当食べましたね、はい、うん、この二人すごいんですよ本番中にどう見てもただ普通に食べてるんで僕今までいろんな人が物食べるシーン撮ってきたんですけど、僕はこの二人の本番中の食べ方は間違いなく最高ですね。完全に普通に食べてて、しかもどんどん食べていくので、普通セリフのために食べるってことが抑制されちゃうってあるじゃないですか。いや知らないですよね、そんなこと。すいません知らないと思いますけど、全く抑制されないので本当に食べきっちゃうんですよ、普通に。どの食べるものとで食べながら芝居してて、もう車からその撮影現場に行くまでに本当に入りたい店がいっぱいあるんですよ。で、まあ、ハモニカ横丁なんかはもう撮影が終わってもまだまだここが見足りないとかっていうこととかで、あとまあ井の頭公園でいつも日常で暮らしている方たちのに溶け込んで撮影をするっていうか、その人たちをこうどかすっていうことより、なんかこういつもこう溶け込んで穏やかな時間が流れてから全てがスタートするという感じが、なんか今までのこう撮影と違う居心地の良さがありましたし、あと猫に対しても私はそれとっても好きだったんですけど、あのすごく待つんですね、無理やり猫を動かさないで、猫がそういう気持ちになるまであの待たれるので、撮影自体は時間はかかるんですけど、なんかこう映って来る猫たちが本当に自由であるっていうことが、あの私にとってはとても素敵 で、あの私的にはあの今岩松亮さんと長塚圭史さんというとこう演劇界で素晴らしいとされている演出家の方が井の頭公園の夜中に手をつないでダンスするっていうのを見れたことは私にとってかなり貴重で、あの本当はいけないんですけど衣装のポケットにあの電話を忍ばせて隠し撮りとかしちゃってダメですそんなことしたら本当にすいませんでした、うん、あれはかなり私の宝物の一枚なんです。